残り9試合なので、なんとかプレーオフ圏内に残ってほしいです。頑張れ。維新ミライフスタジアムに J リーグの野々村義和チェアマンが登場。トークショーなどを開催し、J リーグのトップ自ら試合を盛り上げました。皆さんの力で勝たせたゲームみたいなのを1試合2試合作れるかどうかというのはすごい大事だと思います。今シーズンは残り2ヶ月9試合、山口の総力を結集して戦わなければなりません。前半28分、徳島のゴールキーパーが蹴るフリーキック、高く蹴り上げられたボールがレノファの選手に当たってこぼれて徳島の選手に拾われると、左足渡りのシュート。この失点以降、レノファはなかなかリズムをつかめず、前半のシュートはわずか1本でした。気持ちを切り替え立て直しを図っていた後半7分。さあここは右に展開、抜けていくか、ペナルティーエリアの中、ペナルティーキック獲得、徳島。これを防ぐことができず、レノファが2点を追いかける展開となりました。その後徳島に退場者が出て数的優位に立つと、攻撃のギアを上げます。浮かせて弾き返します。拾ってここ右足打ったのよりだ。ボールの軌道は枠を捉えていましたが、惜しくもゴールキーパーに防がれます。サポーターの声援が一段と増す中、後半37分、クロスが得意な沼田、クロスを送ってヘディングシュート。今日も決めた川野幸太だ。沼田選手からの絶妙なクロスをピンポイントで合わせたのはキャプテンでした。川野選手は今シーズン8ゴール目、これで1点差です。なんとか追いつこうと、レノファは攻撃に人数を割いてアタックを続けます。弾き返した田辺、左からクロスが入ってきた。クロスバーの上だ。平瀬大のヘディングシュートでした。スタジアムのボルテージも上がっていきます。浮き球のパスを送る、左に流れてシンプルに入れた、ヘディング、川野高井が滑り込んでいきました。最後まで諦めずにゴールを目指したレノファ、しかし守りを固めた徳島を崩しきることはできませんでした。ここで試合終了。ホームで連敗となってしまいました。残りは8試合です。試合内容、結果ともに悔しいものになりました。レノファがどう立て直してくれるのか、次の試合に期待です。現在レノファは6位です。次の試合は今日午後6時30分キックオフ、アウェーで2位の清水と対戦します。その他の試合です。 U18 は立正大湘南高校に2対3で敗れました。次の試合は午前10時キックオフ、山口サッカー交流広場で高川学園高校と現在試合中です。レディースは皇后杯中国予選準決勝、AICJ 高等学校に1対2で敗れました。次はリーグ戦です。今日午後3時キックオフ、ホームでズフィーダビンゴ府中 FC と対戦します。レノファの選手に10の質問。今回はこちらの選手に来ていただきました。レノファ山口、ゴールキーパー26番田口純太です。今シーズン加入したゴールキーパー田口純人選手、安定感のあるセービングとともに攻撃の組み立てにも積極的に関わり、後ろからチームを支えます。質問たくさんするんですけれども、はい、リズムよくお答えいただけたらと、はい、頑張ります。ありのままの、ありの、はい、隠すことなく自分を、はい、話せたらと思います、はい、お願いします。お願いします、はい、それでは10の質問キックオフ。試合前に必ず食べるものは？パスタ。今一番したいことは？子供と遊ぶ。最近一番テンションが上がった瞬間は？車を納車したこと。あまり知られていない隠れた特技は？隠れた特技、
格闘技が見るのが好きなのでちょっと人よりは詳しいかもしれないです。もし宝くじが当たったら全部使います。自分にとってのヒーローは？ヒーローは中村俊輔さんです。どんな超能力が欲しい？超能力、相手の考えてることを全部お見通しみたいなやつです。ついつい集めてしまうものは？集めてしまうものないです。はい。仲のいい選手は？仲のいい選手は相田優希選手。レノファに来て驚いたことは？驚いたこと、寒かったですね。レノファというより、あの山口県が。はい。Jの質問終了です。お答えしてみてどうでした？いや、難しいですね、この瞬発力って。なんか結構考えちゃう、はい、でも気になる部分いっぱいありますよ。本当ですか？はい、あります。あります。最近一番テンションが上がった瞬間が納車した。はい、ファミリーカーを買って、うん、つい最近納車したんで、家族みんなテンション上がってます。どこかドライブしたいところとかありますか？ドライブ、ちょうどこの間のオフで、あの角島の海に行って、はい、どうでした山口の海？いや、あの沖縄から来たので、でちょっとなんか自分の中で海といえばあの色だみたいな、なんか価値観みたいなできちゃってたんですけど4年もいたんで。でも角島行ったらもう同じぐらいもう透き通ってるし、あの綺麗な海だったんで、もう2時間ぐらい入ってました。あまり知られていない隠れた特技が格闘技に詳しい。ライジンっていう、わかりますか？ライジンって団体、はい、朝倉未来さん、はい、選手が好きで見始めたんですけど、いろんな選手に注目して今追ってるって感じですね。なんでその総合格闘技が好きなんですか？総合格闘技、まあリスクしかないんですよね。お互い戦いに負けたら全部失うし、もしかしたら命を落とすかもしれないしっていう、全部をかけてリングに上がるまでのストーリーみたいな、どんな思いを経てその選手にたどり着いたかとか、凄さみたいなのを感じて、そこからのめり込んで見るようになりました。サッカーと共通点ってあったりします？まあ同じスポーツなんで、自分がこう熱狂的に好きな選手とか応援してるように、自分とかチームも応援されてるかもって考えると、やっぱり自分だけの試合じゃないし、自分だけの練習じゃないよなっていう気持ちになる時もあります。自分にとってのヒーローが中村俊輔選手。はい、横浜 F マリノスに所属してた時に一緒に選手としてやらせてもらったのもあるし、子供の時も今も自分の中でのヒーロー、憧れなんですね。憧れの、はい、方です。サッカーを始められたのはいつぐらいでしたか？サッカーを始めたのは4歳とか5歳とか、幼稚園の年中とか、そのぐらいだったと思います。小学校高学年になってゴールキーパーになっても、こう左足を真似して練習したりとかしてましたね。最近はなかなか、まあもちろん相手ではないんですけど、試合に出て活躍してこういいニュースとかをまた知ってもらえるように頑張りたいなっていうふうにいつも思いますね。どんな超能力が欲しいかで、相手の考え全部お見通し。いやー、これはサッカーで考えたのかもしれないんですけど、サッカーは対相手なので、はい、まあ、相手が何考えてるかとか、何をしてこようとしてるかみたいなのを分かれば、はい、全部止めれるんじゃないかとか多分思ったんで、多分そう、はいはい、パッて答えたんだと思います。でも普段だったら日常だと最悪っすね、なんか。友達いなくなります多分。誰も信じられなくなる。はい、最高当選金額12億円のスポーツくじメガビッグの新 CM 発表会が行われました。俳優の鈴木亮平さんの12億円でやりたいビッグな夢とは？プライベートビーチを買う。うわ、木も植えちゃったりして、おしゃれ。あなたもビッグな夢が叶うかも。そして1試合予想くじウィナーの新 CM 発表会も行われました。
ゲストで登場した影山優佳さんの試合予想のポイントは、最後は運ということで、あ、運だね、はい、結局最後は自分の直感や感覚を信じて、うん、自分の運を信じてあげるっていうのが本当に手繰り寄せる秘訣なのかなって私は思います。メガビッグとビナーで J リーグを応援しましょう。トップチームは今日の清水戦大一番ですね。なんとか勝ってプレーオフ圏死守してもらいましょう。それではまた来週キックオフ。山口